パリ,ゴリンの陸上競技男子 100m は史上まれに見るハイレベルなレースになったその準決勝サニブラウン・アブデル・ハキーム・トーレは9秒96の自己ベストをマークしたしかし決勝に進めるのは全3組の各組2着までと3着以下のタイム上位者2名4着に終わったサニブラウンは惜しくも決勝を逃したアップも調子よくて 全部出し切る勢いでスタートしたんですけどうまく最後まとまりきれなかったのがちょっと失速したきっかけになった終盤に伸びてくる選手は伸びてくるので力まずしっかり自分のレースをすれば食らいついていけると言われていたんですけどちょっとオーバーストライド気味になってしまった部分があったのかなと思いますフィニッシュ直前に着順を気にしてしまったのもあっただろう自己記録 そして日本歴代2位の好記録でもサニブラウンにとって会心のレースではなかった準決勝ではサニブラウンを含む12人が9秒台をマークしたが9秒台でも決勝に駒を進められなかったのは五輪史上初めてのことだった決勝進出ラインは9秒93サニブラウンはわずか100分の3秒届かなかったちょっとずつ追いつくだけでは足りないフィニッシュ後 世界のトップとの距離は縮まっているのかと問われたサニブラウンはそうですねうーんとまず一泊を置き言葉を続けた縮まっているのは縮まっているんですけど世界の皆さんもどんどん先に行っているんで本当にちょっとずつ追いつくだけでは足りないなということを身にしみて感じました決勝進出に足りなかった100分の3秒そして金メダルまでの距離を冷静に受け止めていた サニブラウンが決勝に進出していればこの種目における日本人にとっては92年ぶりの快挙だった近年の世界大会の実績から見てもサニブラウンには十分可能だっただろうしかしサニブラウンが目指していたのは金メダル仮に決勝に進んでいたとしてもおそらくそれだけで満足することはなかったに違いないサニブラウンが 100m で五輪に出場するのは 意外にも今回が初めてだった。とはいえ、世界選手権ではファイナリストの常連になりつつある。22年のオレゴン大会で7位、昨年のブダペスト大会で6位と、2大会連続で入賞している。オレゴン世界選手権は、予選でいきなり9秒台、9秒98をマークし、組1着で準決勝に駒を進めた。準決勝でも10秒05と踏ん張り、 組三着だったもののタイムで拾われて決勝進出を決めた。